G 先輩です。ノクタン。ジーコだよ、ノクタン。いよいよドラキュラの真の姿のお披露目です。この曲がたまらないね。そうなんですよ。まずはそれに感動してじっくり聞きたいところなんですが、普通に厄介な攻撃をしてきますね。前方は大変だね。あ、これってどこからのやり直しになるかな。そしてやっとこれがドラキュラの顔だとわかった私。ソニアのはずないじゃない。そうなんだけど、じゃあ誰なんだろうと。そしてここからのやり直しでしたね。ボス前に下に来ればムチは最強に、肉もあるので準備はバッチリです。さあ行きますか。当然第一段階からですよね。まあ仕方ないね。前回ので気づいた人はかなりすごいと思いますが、実は出てくる場所はランダムに見えてパターン化しています。場所も順番もおそらく一定なので、冷静に覚えればかなり楽に戦えることでしょう。私のように焦ってばかりだと何度もやる羽目になります。一番厄介なのが重なった時、そうなると離れるまでに大ダメージを食らうことになるでしょう。足が遅いからね。はい、まさかここで何度もやられるとは思わなかった。一回目に倒せてたから油断もあるかも。まあ多少は。本題はこちらですね。ふむ、落ち着けば避けられなくもないか。こちらも見てわかるかもだけど、おそらく一定です。なのでこちらもパターン化すれば簡単に倒せるようになるかも。そうだね。しま。そんな、今のはうまくいけそうだと思ったんだけどな。よく見ると背景の影にはおびただしい数の顔があったのですね。ほんとだー。あれが本体なのかただの模様なのかわかりませんが、さすがに強いです。ただ右側で戦うようにしたら少しやりやすいかな。さて、これだけやられたしそろそろ頑張りたい。どうしても中央に出る時が苦手だけど、あとは避け方が分かってきました。それに右上の次が左下なので準備しておきます。ここで焦ると危険。左に降りようとすると食らうってわけね。はい、そして危ないと右に降りるとここでも捕まると、案外こちらの動きを予想したような位置に出てきますね。確かに。ここがどうしても苦手。次が左下か。はい、よっしゃー。まず最初に一発、これを避けたら右に行きます。最初は左の方が避けやすいのですが、ここでムチのダメージがいっぱい入れられるのは大きい。火の玉はやっぱり弱くなりますからね。ムチの半分だっけ多分。でももちろん入れないよりは入れた方がいい。この位置だと今のだけは避けにくいけど、あ、これも若干避けにくいけど、あとは簡単だと思います。そうだ、ソウルウェポンはどうだろう。ちゃんと当たるのね。実は背だけは当たるようです。威力も高いしハートは1だし非常に優秀ですね。おお、
ぱりこれだな。ということで無事クリアです。いやー、さすがにドラキュラは強かった。パターンを覚えないと苦戦必至ね。ステージ数は少なくてもステージ自体が長いので、短かったなという印象は薄いです。そして一番厄介なのはやっぱりコウモリでした。苦戦してたねー。結局トラウマを強めただけだなー。さて、以前も言いました通りこれが完全なエンドではなく、コレクションアイテムを全部集めることで真のエンディングが見れるそうなので、次回は2周目のプレイをしたいと思います。すべてのアイテムを回収してクリアね。はい。調べずともとにかくすべての場所に行くように頑張れば見つかるので、時間はかかっても達成できると思われます。まあカットしつつだと思いますが、よければお楽しみください。新エンディングか、楽しみ。あ、一つ注意としては、これは昔のゲームなのでエンディングに過度な期待は禁物です。あ、そっか。多分ちょっとセリフが追加されるくらいだと思われるので、そんな感じだと思っておくとダメージは少ないはず。そうかも。さて、もう少しスタッフロールは続くと思いますが今回はここまで。2周目もお楽しみに。ノクターン。また見てもらえたら嬉しいな、ノクターン。